どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ、折り紙キングやっていきたいと思います。今回、キノピオタウンから、ということで、戻ってきたね。さて、弟のルイージー探しますか。おお。あら、誰もいないみたい。アイテム屋さんあるね。あ、スカスカになってる。もしかして、兄はすでにこの街でも悪さを。うん？あれ、誰もいないはずなのに、誰かいます。あれ、何？マジででかいよね。あの大きな生き物、紙でできたハリボテみたい。お家に入れなくて困ってるのかしら。いや、そんなレベルではないよね。食べてる。動き方がホラーみたいな感じだけど。キャー、お家を食べてますよ。嘘でしょって。あのハリボテがあちこちスカスカしてたの？この食いしん坊。あ、そうだ、これが、あれか、デクジー食ってたんだね。あら、背中に頭の後ろに兄印のシール。ということは、あのハリボテ、多分兄上の力で動いてるんですわ。弱点っぽいね。よし。何してんじゃってめえは。おらおらおら。意外と距離が。へえ、でも面白い。あれだ、戦闘以外もあるんだ。アクション要素あるんだね、すごいね。そうだね、ピーチ城のあったところ行きましょうかね。気をつけよう。そして、あー、回復ね。ダッシュができないのちょっと辛いなーと思うけど。お、入れる。調べる。キノピアタウンが大変なことになった。私は家を捨てて逃げることにする。ピーチ姫はご無事だろうか。まあ賢明な判断だと思うけどね。やり人の家から勝手にお金を取っていくという、ただの空き巣だよねこれ、下手したらね。まあ勇者あるあるといえば勇者あるあるだけど。さあ、セーブー。ほう。おお、抜け道発見。何が出るかな？ピーチ状の松明。ゲット。まさか。ああ、花壇も攻撃できるのか。良い子は真似したらダメやね。バトル研究所。バトルなんだ。はいはい。これ当てる場所悪いと効率悪いね。さあ、座って。さあ、タウンにハリボテがいるとなんだか気分が落ち着きませんわ。めっちゃ左上いたね。んで、これ博物館か。あ、博物館の土管がある。入る。入れるの？おお。わあ、何ここ、土管がこんなにいっぱい。贅沢。ということはワープか、やっぱ土管は。これは旅の土管。まあ入ってみよっか。塞がっていて通れない。あー、じゃあ先に探してって感じか。123456ってことは6ステージ構成かな。スーパーマリン号、伝説のキャプテンピオが乗っていたとされる古代の潜水艇ピオ。おお、ピオさんね。キノピオのピオか。開かない。あ、全部開かないかな、この感じは。開きまへんな。サウンドギャラリー。あ、サウンドギャラリーあるんだ。めちゃくちゃいいじゃん。
さあ、外に出て、その土管触ってみますか。入ると塞がってて通れない。まだダメってことか。武器とアイテムショップ。開かないよね。いたね。まあでもこういう剣のマークあるけどさ、全然マリオって剣持たないからね。ほい。あ、やべ、はまった。よし。オッケー。ああ、慣れてしまえばって感じだね。はい。さあ、中入ろう。お。引っ張る。おお。カクカクなやつらが襲ってきたんだ。隠れてたんだ。ああ、ごめんね。なんかそれはすまんことしたの。何者？折り紙。それしか言えん。く、今ではないか。結構街も広いね。さあ、来い。さあ、お前はこれじゃ勝てまい。で、最後の一発になると弱って逃げると。さあ、セーブ。まあ、どうせ行けないしね。ロープウェイね。ロープウェイも動いてる感じしないしね。見晴らし山に向かったゴンドラが戻ってこない。な、トラブルありまくりやね。さあて、こっち行って、カフェもあるんだね。これはホテルかな。ホテルだね。じゃあ。敵出たいやー、そろそろ8000コインぐらいいくけど、めちゃくちゃ集まってるよね、コインね。まあ、そんだけ後々使うのかなーと思ったりするけど。さて、おお、キノピオ。はあ、ジャンプ力が足りんか。まあ、三段ジャンプがないからね、今回はね。無理やりこう、アクションで突破するっていうのは難しい感じだよね。さあ、橋の前に行きますか、このままね。おお。人んちの、人の家のお金をガンガン取るっていうね。あ、通れた。いや、そっちじゃなくていいかな。正面にまず行きたいな。兵法もいたね。あれも助けておこうか。さて、橋がぶっ壊れたね。橋が壊れちゃってますわ、と。こんなんでどうやってピーチと行ったらいいのかしら。困る。いくらマリオさんでも地面の下から向こう側にひょっこり出たりできませんよね。あー、それで土管を使うってことね。助かった。お礼にいいことを教えてあげる。そこの地下水路ってピーチ色と繋がってるらしいよ。あ、土管じゃなくて
これ地下水路。あ、じゃあちょっとアイテム探してきまーす。ここいるよ。え、あー食われてる。マジか。普段敵だけどな、助けてあげるか。あら、こっち側から行けないってことは中から行くのか。さあ、オーバーでもらっても特に意味はない感じだね。あーってことはそういうことか、前で張ってるからっていうことね。さあ、やり合おうではないか。いて、にゃろ。ああ、無敵時間なんで、危ない。ほい。飛んだな。はい、ハリボテ倒したので、さすがマリオ。敵ながらね。で、僕らのミロを見て興奮したのかなって。そういうことではないな。さて、これで。あ、アクセサリーが。一周するかな、そろそろね。あ、一周だね。とりあえず、ね、取れるものは取っておいて、先にね。お、アングル変わった。デッキの山のスピーカー。てか、分解されてたね。意外と、こういう風に探してると見つかるのは嬉しいね。あー、これめっちゃこのタコ作ったな、ちっちゃい時。ほい、あと一発ドーン。まあこんなもんかな。じゃあお礼のコインもらっていくね。ん、あ、あ、マンのなんだ、マリオか。ああ、あれか、助けた人たちか。ここに隠れてたんだ。これさっき助けてもらったお礼だ、持ってけよ。お、ありがとう。了解。どうにかするっていう発想はないんだね。調べる。もうすぐ折り紙祭り、待ち遠しくて眠れない。早く当日にならないかな。なったらこうなるよ。さあ、地下に行きましょう。そのマンホールは専用の道具がないと開かないと思う。僕と同じ赤い兵法は持ってるはずよ。探してみたら。あ、じゃあさっき助けたこの子かな。先に話しとけばよかったね。さあ、バールかなんか手に入るのかな。あ、よく見たら、あなた赤いですわって。ねえ、赤いマンホールさん。赤いマンホールさん？兵法を開ける道具って持ってます？君が何を言ってるかよくわかんないけど、あの道具ならここにはないよ。多分、港のそばの赤レンガ倉庫にあると思う。あー、
結局めちゃくちゃ俺はどこそこ行かされてるな。じゃあ赤レンガ倉庫に行きましょう。さて君かな、ここで話すべきは。あ、そういえばカクカクのやつらそこの棚になんか隠してた。今箱が動かなかった？さすがいいハンマー持ってるな。あ、君ハンマーブラスか。叩き叩き。あ、出た。神の手だね。あった。ほい。あれ？意外とシビア。進まないか。めっちゃ普通にいるね。と。さあ、あ、ウェーブバトルになるんだ。さあ、弱い敵だということで。さあ、ジャンプ。さあ次は、さあこれで OK。 スライドも使っていかないとね。さあ終わり。おお、そろそろ1万コインいくね。でさらにコインをもらうと。で、無理か、こうか。さ、これでコインゲット。これかな。マンホールフック。ほんとそれっぽい感じだったね。じゃあ戻りましょう。はい、戻ってきました。ほんじゃ開けますか。すっごい気持ちのいい音だったね、抜け方がね。お、真っ暗。落書き水路。ああ、真っ暗です。これじゃあお先、真っ暗ですわ。結構ダジャレ好きだよね。マリオさん、電気つけてー。おお、この落書きは、マリオさん、嬉しいね。お、キノピオじゃん。マリオさん、誰かいますわ。え、マリオさん？よかった、助かった。マリオさん、来てくれた。もう安心ですね。タウンは折り紙に襲われて、それはもう大変なんです。私も命からから逃げてきましたよ、と。で、申し遅れました。私、キノピオ大博物館の館長をしております。博物館か。こんな人なんだね。折り紙など様々なものがご覧になります。さらに今のは特別に、また幻の古代メーカースーパーマリンゴーもババーンと展示しております。マリンゴー、とにかくキノピオタウン 大博物館へとぜひともお越しください。まあさっき言ったけどね。まあそのうち行きますかね。おっと、
まあこうだよね。新しい敵キャラだね。さあこれで、さああと100コインぐらいだね、1番まで。さらに出てきた1万超えたね。てか1万超えるって、これ単価どうなってるんだろうね、このゲームね。ちょっと違う不安が出てきた。あ、やっぱそうなるか。任天堂さんのホームページとかいったら載ってたら最高なんだけどね。つわものは作るんだろうね、自らね。さあハートゲッチュー。絶対それ敵だよね。ほい、そういう感じ。あ、そういうことでいい、シンプルでよかったね。はいはいはい、激横がいるねじゃあ先にこっちだね。さあグレイと、いや敵キャラ増えてきたね。意外とキノコ使わないっていうね。おうおうだいぶ来るとき始末してたんだけどな。まあ今のところ一発で倒せるから、なんだろうね、そんなに戦闘の難しさは考えなくてもいいかなって感じだけど、そのうち一回じゃダメになるんだろうな、構成的にね、場所的のね。あ、それはそれでちょっと楽しみではあるから。さあコインよこせ、コイン。あ、それは違うんだ。いやー、この音楽もいいね。あおお、青コイン。あ、マリオさん、土管がありますわ。どこに繋がってるのかしら。土管ってつい入ってみたくなりますわよね。まあ、PC 上のマーク書いてあるけどね。やだ、マリオさん。お水がたんまりです。これじゃあ、紙の私たちは入れないですわよ。このお水目。お水めーって。ほう。ん？お、曲が違う。てか数すげえ。ほい、これで OK。 3回、まあ問題なしだね。でまたジャンプで1列倒して、で次ハンマーだね。チューチュー、ちょっと早いな。さあチューチュー撃破。あ、なるほどね。
魔法陣です。折り紙兵が隠してたの。ずるい。確かにね。さあ、神の手。握って、回す。はい。はい。お？あ、これで水が抜けたわけね。細かい。おお。あ、お水がなくなってる。なんで？まあそりゃ抜いたからね。まあそのうちあの水の上も行けるようになるんだろうね。さあ、バンホールの蓋。さすがに抜けれないか。よし、行こう。さあ、抜けてきたね。わーい、ピーチ城の門に出てきました。さすが、土管ですわ。あ、喜ぶのはまだ早いですわね。マリオさんのご兄弟が無事かどうか早く確かめないと。っていうか、こんなところに土管あったら城潜入されるよね。は、車が。カートが。マリオさん、あのガラクラ、何かしら。あんな大きいものがお城から飛んできたのは危ないですわね。調べる。とっておもそう。ちょっとどかすのは無理かも。これ手に入ったら楽だろうな。ほい。んじゃ、おーすごい。花が。冠のマークになってる。キノピオたち、古希使われたんだろうね。あ、帽子だけ。弟よりもコイン。弟よりもコインだね、先にね。様にね。ああ、ありました、ご兄弟の帽子。 L 後ろにちっちゃくルイージって書いてありますわ。名前書いてんだね。ルイージさん一体どこにいるのかしら。助けて。お、マジで。私にはまるでルイージさんの助けを求める声が聞こえたような気がします。次元の狭間に閉じ込められたよ。そう、まるであの暗くて狭い次元の狭間に閉じ込められてるような。兄さん。兄上ね。ああ、きっと兄上の手によってひどい目に。マリオさん、この帽子思い出として大事に預かっておきますわ。ルイージさんのことは残念ですけど、どうかお気を落とさずに。そうか、もうあいついねえのか。せいせいしたな。おお、こっちだよ、助けて。こっちではないってことやね。ドン。あれ、違かった。ドン。あれ、これも違う。壊せるやつと壊せないやつの違いは？あ、これを壊せるね。あ、ひび入りかひびなしかか。いや、ルイージもなかなか強いんだけどね。お？近くにいるよ、助けて。いるのか。はい。めっちゃ折りたたまれてるな。金縛り？よし。弟よ、さっさと蘇れ。ありがとう、助かったよ。やっぱり兄さんは頼りになるな。兄さんね。ルイージさん無事でよかったですわ。
私オリビアです。マリオさんにはとってもお世話になってます。ところでどうして次元の狭間にいらしたの？いや、兄さんと別れた後折り紙の兵法に捕まっちゃってさ、いきなり折りたたまれてお前は後足だって次元の狭間に入れられたんだ。危なかったですね。折り紙兵にされなくてよかったですわ。そうそう、ルイージさん、大事な帽子が落ちてましたよ。あれ、ピーチ城がなくなってる。なんで、どこへ？ピーチ姫はどうしちゃったの？ピーチ城、私の兄上がピーチ姫さんごと遠くへ飛ばしてしまいました。私たちはそこに兄上を止めに行こうとしています。あ、そうだ、僕はそのピーチ城の鍵を探してる途中だった。いつも兄さんに助けてもらってばかり、たまにはいいとこ見せなきゃね。ピーチ城の鍵は僕が絶対見つけるよ。それじゃあまた。確かに鍵は必要かも。ルイージさんってとっても頼りになりますわ。頑張っていってらっしゃい。帽子はいらないみたいだね。サンキュー。それじゃあ兄さん、オリビア行ってくるよ。レッツゴー。レッツゴー。相変わらずやな。ところで私たちもピーチ城を目指すと言っても、これからどうしたらいいんでしょう。この辺り何か手がかりがないか探してみます。コインゲッチュ。まあ相変わらず元気そうだからよかったね。特になしか。このブロックだけ残ってるっていうのもなんかすっごい不思議なんだけどね。まあ乗れないしな。壊せたところでって感じか。まあとりあえず表に出ようかね。あれ、あそこにあったガラクタがなくなってます。ルイージさんがどかしてくれたのかしら。お掃除ご苦労様ですわ。いや、めちゃくちゃ力持ちじゃん。開ける。あー、セーブポイントがあるってことはだよね。トン。はい、ということで今回はここまでにしましょう。まあなんとかルイージ助けて、まあ、どっか走っていったんで、あの車はまた一時乗れないのかな。さあ、そうですね。また次回はこの続きからやっていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、まただ。